みんな今日キッズボクサーは4人だね。最近見ない顔がいると思わないか。誰か来ないと思わないか。誰だ。ケイシン君。実はケイシンは盲腸です。盲腸です。何。盲腸です。そうなんです。盲腸で手術をして手術をしました。ただ手術して盲腸は治っているのですが、お腹の中がの都合で2ヶ月お休みとお医者さんに言われたそうです。ケイシンはジムへ来たくて来たくてしょうがないと言っています。多分家で泣いてるかもしれません。ケイシン君に一言。元気でいてください。元気になってね。早くジム来てね。早くジム来てね。ケイシン君に一言ありがとうございました。じゃあ皆さん2ヶ月ケイシンが2ヶ月後に帰ってくるのを帰ってくるのを明日泊まりに来る。明日泊まりに来る。じゃあ楽しみにしましょう。みんな手を振ってバイバーイ。バイバーイ。